なんて匂い。以前この学校へ来た時とはかなり違う。扉だ。通路が終わる。気をつけて。残念だよ。魔女の印だ。全能なる神よ、この者の罪を清めたまえ。主は言われた。枯れた木には隠れられない。天国の父よ、全能なる神よ、不浄なる魂に憐れみを。主よ、この者を打ち据える一振りの剣をお与えください。わからないが、そこら中にあるのは
おそらく中世の拷問器具だ。こんなところにユカがいるのか。くそ。ユカ！返事をしろ！ユカ！ユカちゃん！みんな、なんだよこれ。この匂い、もしかして血？くそ、ここに長くいたら危険だわ。急ごう。はい。Thank you.
どうした？真後ろに何か嫌がった。なんだって。おい、あの扉開いたな。ナオミ、その後サチの視界は見えないか。ううん、何も。わかった。ここでは何が起こってもおかしくない。俺の後ろに隠れてろ。うん、サトシ、気をつけて。ああ、なんだろう。ヨシキたちは外を見張っててくれ。おいおい、お前一人で行く気かよ。みんなで行って危険な目に遭うよりはマシだろ。それまあそうだけど、なら俺が。いや、俺が先に行って様子を見てくる。な、ああ。サトシ君、何かあったらすぐに戻ってくるんだよ。はい。じゃあ行きます。ここも匂いがすごいな。鎖とか、なんだか牢屋みたいな場所だな。ゆか！ゆか、俺だ！しっかりしろ！おい！どうした？サトシ君、ゆかちゃんいたの？どうしたんだ？怖い目にあったのか？返事をしろ、ゆか！ゆか、ゆかちゃん、とにかく外へ連れ出そう、サトシ君。はい、ゆか、さあ、俺の背中に。サトシ、しゃがんでろ。背負えるか？ああ。ゆか、しっかりしろ。おかしいな。ここに入ってきた入り口はこっちで合ってるよな。どう見てもこれ壁だよな。見て、あれ。嘘！この格子動いてるわ。いけない、このままだと閉じ込められるわ。みんな逃げて。おい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 、なんだよそれ。行くぞ。
シャンコに潰されるわね。とにかく出口を探しましょう。あっちに光が見える。行こう。サトシ、廊下が閉じてくる。とりあえずこの部屋に入ろう。閉じ込められたの？ええ、でもあのままいたらみんな潰されていたもの。仕方がないわ。まさかこのまま壁が迫ってきてとかねえよな。なんだろうこれ。サトシ、今のとこ照らしてくれ。え？少し戻って、そこだ。横穴があんだろ。あそこから出るしかなさそうだな。でもどうやってあんな高いところに。背伸びしても届かないよ。大丈夫か？何か見えてきた。何これ。本当か？何が見える？背中。サトシの背中。なんだって。サトシ！重い。何者なんだ君は。バニシングツインね。双子として生まれるはずが、片方の子が死んでしまってもう片方の子に臓器が吸収されることがある。お母さんのお腹の中で幸子に食われて消滅したけど、私の体は残ってた。妹の心臓の横に残っていたの。なのに手術に取り出された。ひどいでしょ。あの子だけが
私だって外の世界に行きたい。そのままじゃいけないから、私が切れる人間を探したけど、みんなすぐ死んじゃうからなかなか出られなかった。でもこの子すごい。サチが入っても壊れない。やめろ、ユカ。違う、これは。離せ、ユカ。離れねえ。すげえ力だ。
もユカも無事だ。よかった。なんだ。ユカ。ダメ！岸沼くん、ユカちゃんの体を押さえて！わかった！落ち着け、落ち着け。くそ、何なんだよあいつは。ナミ、ナミ、お前その目。いいの、サトシが助かるなら。それにこんな気持ち悪い目なんていらないもの。見せてみて。運がいいわ、角膜に傷はついてない。白目が切れただけだから失明しないで済むかも。目を押さえていなさい。おい、見ろ、出口が降りてきてるぞ。ナミ、無茶しやがって。ユカは俺が背負ってく。サトシ、お前は中島に肩貸してやれ。なあ、ナミ、辛いだろうけど、いけるか？大丈夫。何も悪くないこの子たちが。どうして
してここまで傷つかなきゃいけないの。おい、あいつ立ってるぞ。くそ、どうすればいいんだ。サチ、これを見なさい。なんだあれ。篠崎が持ってたサチの肌。先生、やっぱすごい。先生。サチ、あなたは生まれない。この世に生まれることはないの。かわいそうだけど、それが運命よ。お母さんのお腹の中に戻りなさい。生まれ変わってまたおいで。先生、どうなったの。サチを私の体内に閉じ込めたわ。母親と勘違いして入ったみたい。さあ、行きましょう。篠崎さんと愛ちゃんの元へ戻らなきゃ。